こんにちは、ブルーホースです。ということで、前回は水の神殿をぶち倒したということで、あ、え？おはよう。じゃんじゃん。神殿に取り付いた悪霊を倒し、賢者を目覚めさせたんだね。君を必要としている賢者はまだいるはずだ。すべての賢者を目覚めさせるには、君はもっと強くならなければならぬ。山を越え、水を渡り、そして時さえも越えて。まあ、水と火は何とかしたけど、元の時代へ帰るなら、その時の台座にマスターソードを刺すがいい。そうすれば7年の時を遡ることができるだろう。君はいずれここへ戻らなければならない時だ。その時のために君に伝えよう。時の神殿への帰還のメロディー。光のプレリュードを。なんだったっけ？テン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 。ワッツ。はい。ワッツ。あ、ちょ、冒頭1分で何してんの俺。オッケー。チュンチュンチュン。まあね、まあこのハープもね、ずーっとシークのお尻に挟んであるんだよね。うん。まあ、ちゅうことで、いつでも好きなところに戻ってくる。まあでもね、一番ね、時の神殿に戻ってくるのはね、簡単なのはね、音楽をペラ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 って吹くよりも、なんかあの、時のオカリナとマスターソードある限り、時は君の手の中にある。ブルーホース、また会おう。ブチーこいつの方が時の勇者なんじゃね？ね。ということで、ぶっ刺します。いやーと思ったけどさ、もうさ、これ7年前、ずっと7年前の元の世界にいたらさ、まあ、あの、ゼルダ姫が行方不明ってだけでさ、ガロンも別にここの世界に入ってこれるわけじゃないから、もう十分立派に平和なんじゃねって思うけど、そういう考え方はダメっすか？で、なんかそんな気がするんだけど、あ、そういえばあれだね。30分になったから、かかりこ村で、なんかゲットしないといけない。あれ？巨人の財布手に入れられるんだっけ？まだ無理だっけ？どうだっけ？ちゃんちゃん、ちゃかちゃちゃん、ちゃんちゃん、ちゃかぺぴ、ぷっぷっ、ピコポポ、パコポキペコポン、ピュン。オッケー。かかりこ村行くついでにここに帰ってみるか。で、売りに。出た。他は幸せのお面や人々に幸せを呼ぶお面を扱っております。あなたは幸せのセールスマン。お面を一つレンタルできます。お面を誰かに売って代金を店に納めてください。詳しく知りたい方はそこの看板をお読みください。すべてのお面が売れたとき、あなた自身が幸せになるのです。信じなさい、信じなさい。まるでの宗教なんだよな。チュルチュチュー、チュルチュ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 。おお、まだ売れてない、信じなさい、もっと。あ、すいません、売ってこいってことですね。すいません、すいません、すいません。レンタルを売っていいっていうね、もうなんか、あれだよね、ある意味、斬新なセールスだよな。まあ、つまりこれ自分で売る気がないから、こう、周りにね、あの、売ってください、みたいな。そういうことでしょ？いいや。とりあえず、予定があったんで、行かなきゃいけないかなと思って。じゃーね、すぐ近くのかかりこもらうんでね。まあ、あれだよね。走って15秒で着くような場所だもんな。まあ、転がったら12秒ってか？ほんと？わかんない。じゃーん。あれ？ポキリの盾って持ってなかったっけ？じゃ、デクの盾か。デクの盾は持ってないんかな。発音が違う気がするけど。ああ、みんなが生き返ってる。まあ、死んじゃったもんね、シンプルにね。どうしよっかな。いや、まあ、いっか。ここクリアしたら、っていくか。違う。あの、あいつ、なんだっけ。あいつ。新しい歌を覚えてきたから、カエルピョクピョクミポコポコやらなきゃいけないかなと思ったんですけど、まあ、いっか。おっちゃーん。これかな。おっちゃんちゃーん、持ってきたよー。ちょ、あ、演奏したつもりかな、勇者くん。ん？ひょっとしてそれは、なんとかのお面かい？最近あれだ。うちのボスがお気に入りでね、そのキーなんとかのお面できたらでいいんだが、私に譲ってくれないか？いやだ！いいよ。これで坊主も喜ぶ。さすが勇者くんだ。はっはっは。15ルピーでちょっぴりもわかった。でもね、1円も稼いでないんだよね。持ってないからさ。
結局だから俺は稼げてねえんだよ。ところでヘイってなんか言ってるやつがいるんだけど、何？俺の賢者のこと知ってる人探しましょう。そういえばこれ今から行っても仕方がないんだっけ。あ、俺間違えたかな順番。これ行ける今から。よいしょ、先に違うかな、俺どっちだっけ、違う、さらに順番を間違えてた。先にこっち行こうって言ってたのに、キャー、何体繰り返すの、せっかく集めたのにまた逃がしてやがるの。さてと、あ、奥の方が邪魔。はい、君は何くれるの。やれがたけたよ、センキュー、俺にこれあげよう。チュールチョットでっかい。あ、先にこいつを手に入れてからがよかったかな。お邪魔よ。あんなカッチカチなんだね、表面が。よし、ちゃんちゃんちゃん、あ、じゃ間違った、曲がそれ違うね。で、こっち行って、こいつらずっとデッドデッド走ってるけど、何をしてんだろうね。何かを運んでるわけでもなく。よいしょと、何も出ない。お邪魔しまーす。パッパ、パッパッパー。ハテナじゃないでしょ。ルルルルル。まるまるぐる楽しいな、僕はぐるぐる回るものが。ポポ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 またもういけるかな、いけるっぽいな。よし、じゃあよかった、順番国別で何回れば、あれマジキュー、オッケー。さあ、じゃあ行きましょうか、地下帝国へ。ルッキーからペリカを手に入れに行きましょう。もう一丁、すごいな、すごい掴み方した。よし、ドゥッドゥッドゥッドゥ。さあ皆さん、恐怖の時間でございます。怖い方は逃げちゃってね。もう音楽がすでに怖い。よいしょ、終わり。違う、で、この部屋に漂ってる魂の声、誠の目を求めよう。だってさ、おいよ、これでもね、最初詰まった人いるだろうね、きっとね。これどうするんだったっけ、ここで行くんだっけ。抜けた、あった、おお、いきなり死にかけてる、痛い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 、あ、やった、これあれ、あ、取らなかったら、あ、痛い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 、ピョン、あ、これでも全部取ってるっけ、うん、いっぱい飛んできたりはしないのね。飛んで、なにこれ、これ拭いたらなんか出てくるのかな、いや、わかんない。シュー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 、はい、何もありませんでした、ということで帰っていきましょう。あ、上ある、上にも、あ、じゃああれは別に落ちてこなくていいのか。あ、なんかあの火ついてるところがあるけど、これは、え、あ、これあれか、だから逆から落ちてくることもあるよってことだ。あ、そうだな、そうだな、そういうことだな。おお、なかなかシビアじゃん。いて、爆風スランプ、あられちゃう、違う、ほい、あ、やろ、ピン、
カメノコを見ていたかくれんぼ。お尻を出した子一等賞。スーパーナカのギフトちゃんです。名前はリーレット。どっちやねん。開けて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 パンダ。上である強欲な壺がカードを2枚ドローして欲しそうにこちらを見ている。炙って見えてねえし。夢が新しい嫁候補か。いやあのね、下が残ってんだよね。あ、やべえ、今回の嫁候補なんかサムネになりそうな人取ってないや、どうしよう。多分これをクリアするだけで終わりそうな予感がしなくもなくもないんだな。あれ、ここどっかにあるのか。意外となんか戻ってったらこう取り直しとかそういうオチとかない。大丈夫。よいしょっと。で、わあ、来てる。ペケペケペケン。戻ってまい。チーン。おい、この部屋に漂ってる魂の声、誠の目を求めようだってさ。あ、出てきた。よし。で、ごっついのがいる。ごっつー。あ、これはまだいけないですね。よいしょ。で、俺今どこにいる。出す入ってって、このまま行くとまた落ちる。出すから、これ今左側にいるのかな。おお、そうだよ。こいつは大きい雲ちっち。あ、違うな。お、うわー、ちちちち、しかもグエ。あの野郎罠だったか。そう、これ多分ね、あのこれ一生こいつを繰り返していくことになると、なりそうなんだよ。立ち上がれが、ダメ。しゃがんでください。もうほんとね、小学生の時にこれやった時ね、マジでね怖くてね、もうおかんにもうフル投げして、もう頼むからこれ早くクリアしてって、クリアしてって言いつつね、あの進んでいけば進んでいくと怖すぎるから泣いて泣いてね、もうやだって言って、そしたらおかんがもう笑いながらね、もうどうしたあんたって出せって言われたけどな。まあ実際出せんだけどさ。お邪魔します。あれ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 、どこだった。あ、逆サイド。じゃあどこ進んでいったらいいのか。今どこに帰ってきた。これは壊せる。おい、壊せたけど、これ降りて大丈夫。あ、なんかある。オープンササミー。やれちゃ、表担当ちゃう。ついに子供時代でも小さな鍵がって思ったら全然違ったわ。で、チャコ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 。あ、なんか進んでた。それはいいんや。おお、これ逆にさ、今食いついてもらってさ、あっちに持ってってもらったら楽なんじゃね。思ってたけど、そうだ、食いやが下ろさねえか。この壁なんか話してる。足元注意だってさ。いや、もうそれも何回もやられてるんですよ。何回も足元をやられてるんですよ。スリ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 、はい、行っても意味なかったところっぽいねですね。やばいな、久々にやると本当に。あれ、水の神殿より苦労してない。まだ何にも進んでないよ。手に入れたのゴム銃だけっていう。あれまー、よいしょ。あー、いやなんだ、足元注意、てめえの言う通りだったな。まんまと引っかかってやってよ。くっそー、また登んなきゃなんねえのか。どこはしご。ごめんね、ジャンプしてくんねえで。あ、痛い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 。これ何が流れてんだろうね。硫酸？どういうタイミングでかかってんのよ。びっくらこいた。てて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 。登って。あー、お鼻じまりが治れないでやしね。本当にもう、どうやったら健康な体って手に入れられるんだろうな。いや、マジでね、もしもノート、じゃあ、もしもボックスが欲しい。その、もしもノートみたいなさ、自分の書いたことを全部実現させることができるノートが手に入れば、みたいな。へい。でやー、オッケー。これでどうだ。チャラチャチャー、テクノミ。え？じゃあどうしたらいいんだべ？どうしたらいいんだべ？
いけないし、出てきちゃったし、多分真ん中行ったら普通に落ちるよなこれな。こっち行くザベスト。あ、あったあったあった。なんだ、あんじゃん。あーばーばーばーやーばー。え、なんだあの野郎、俺のこと聞いていきやがった。まあいいや、気にしちゃダメよ。ズンってなくなっただけで本当に何もないのか。じゃあ入り口。そういえばいたね、お前復活してんのか、バーローメン。こっち、こっち、インザベスト。グッド、いててててててて、開けましょう。オープンセサミ。あれ、小さい鍵で3つあるよね、開けなきゃいけないところ。まだ1つも手に入ってないんだけど、大丈夫？お邪魔しまうまーはゼブラ。え、おら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 、お前ひんむいてリゼットにしてやったな、このやろ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 。あー、そういうことか。思い出した、思い出した。そういえばもう大人になると忘れちゃうよね、こういうことが必要だっていうの。どっかでシャコ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 言ったりとかしないのかな。ピリピリピリピピン。さあ何が出るかな、何が出る。浮いてる。あー、おめえらかよ。いだねー、ありがとう。言った分は埋め尽くす。さあ何が出るかな、何が出るかな。ドゥルチュチュチュルル。おめえとおめえらかよ。ほんともうやんなっちゃうね。さあ、じゃあ続いて真ん中、何が出るかな、何が出るかな、楽しみにしてる。ルル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 。ミイラって浮くんだ。やめてケロン、睨まないで、こっち見ないで。アップすごいな、ここまで見事にさ外れを引くとかすごいよね。逆に天才だよね。ちょ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 、やっぱあれだね、大人時代にズモンズモン、大人時代にズモンズモン、慣れてしまってるから、こうなかなかあれだね、手に入れられない。あの攻撃力が低すぎて大変だね。あれ全部外れ、ここまで正解ない、なことはねえよ。え、小さい鍵見つけるよ。何もない。え？これそもそも本当に何もない。あれ？違うな、開けたやつの中に入ってるとか、俺が見逃してるだけ？お？あったじゃん。なんだ？なんだ？じゃあなんなら一発目で見つけてたんじゃねえか、俺これ。ミスったわ、シンプルに。なんか全部外れっていうオチなのかなと思ったら、まさか一発目で見つけてたわ。どうしたらいいかな。これ3つあるじゃん、開けなきゃいけないところが。なんか1個目開けるところ間違えたらもう手詰まりですとか、そういう怖いオチとか待ってない、大丈夫。いけ、えい。まあいいや、じゃあとりあえずこっから行って一番近いところ行きましょう。入ります、お邪魔しまーす。なんだ飛んでいくスタイル。なんかでもあれだね、ちょ間違った。早速別に入らなくてもいいところを開けちゃって、あの貴重な鍵を一個失ってしまったんだけど、これ大丈夫かな。よし、 OK。 巨人の財布手に入れたからな、別にあいつら助けなくていいんじゃないっていう。あー、もうそこからがあれだった、痛い位置。うおうおうおう、立ち上がらなくて結構でございます。睨まないでも結構でございます。怖いです。じゃあ仕方ない、行くところはただ一つ、そして運命もただ一つ、真実もただ一つ、登っていくしかないよね。ドゥッ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 ドゥ
結局ほとんど進展しないまま20分も時間使っちゃったね。割れてごめん。あった。ハートキャッチプリキュア。で、こっち行って戻りますと。これとかやっぱ使わなきゃいけないのかな、ボム中が手に入るってことは。爆弾も手に入れなきゃいけない。あ、じゃあ爆弾をすだ。あれだ。ね、生み出すのに使わなきゃいけないからな。よし。オッケー。いや。あ。うん。来たあ、別に倒さなくていいんじゃない。虫は虫 MUSHI 虫マヨ。あれもう到着。ちょっと待ってね。違う、どうここでいいかな。ほいほい。あ、ダメだ。じゃあ行きましょう。てる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 ーちゅくちゅーちゅっほんとほんとおかまやろ。ちゃ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 おかまちゃんが来てるんだぞ。おかま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 ちゃんおかまちゃんおかまおかまおかまちゃんおかまちゃん恐ろしい恐ろしい。ちゅく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 おかまおかまこんななんか捕まれるっけ。あーちょっとおかまがられてる。近い。こいつなんだって。デュラード無数に入る手に気をつけて。頭を狙っていきましょう。さあ来い。いやーお口が大きいのね。お口が大きい。痛い。お前初めて俺のこと噛みやがったな。これやろ。噛まれたの初めてだよ。お父さんにも噛まれたことないのに。それは普通なんだな。これずっとこうしてたら出てこないんかい。うわペッペッチッチッ。さあ来い。その気になるおてて。だからおてては4つ生えちゃってることによって今あのこいつ自身のおててはなんか大変なことになってるって。そういうことそうしたら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 なんとかなるそうしあ、出てきて、なんかものすごい今床の方を刺してたけどね。ちょインターバルが短すぎて大変。これ、あ、あれ、意外と体力が短い。そしてなぜこの、なんかお化け系の敵たちはさ、みんなさ、こう、なんだろう、マジックを出してくるんだろうね。あれ、こんなに短かったっけ。あれ、こんな一瞬だったっけ。でもまだね、手に入ってないですよ。あの小さい鍵とか全然手に入ってないんだよね。CにセットしてCじゃあまだやれてないからもうちょっとだけやってみましょうか。何してんの。ほい入ります。でちょっと待ってね。レジモンバカあはうふんそこはおちんちん。よし、じゃあ開いたとしてアダブユー。なんで降りた。登ってでいや弱っ。オッケーでこの下でしょ。リスン。オッケー大丈夫そうだね。あとはこんなところに入れるところがあったら、あ、これか。オッケーオープンササミー。ちゃんと地図を見ながら行くべきなんですね。じゃあここを開けていきましょう。ここはなんだ。でんおーててほいめっちゃこっち見てるわ。ほんでお前ら何にそんな危ねえ。オッケーいいね。ステイ。オッケー。で、こいつ。ふい。ちゃ。あれってことは残り1個も普通に、とか未だにあれが手に入らないんだけど。
え、違う。周りはどうやって逃げるんだ？逆サイから回り込むか。こっちか。あー、なるほどね。こういうことか、こういうことか。ててまあ別にもう今更手に入れる必要もないのかもしれないけど。で、あと、あれじゃあと1個の小さい鍵どこだ？入って、あっち。もうなんかいろいろ忘れちっち。あ、なるほどね、なるほどね、なるほど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 。ほい、跳ね返ってきた。ルイジ、あ、くあくら、もろくらってた。レレ、モテたんと違う。よいしょ。で、あと宝箱が、あれ開けたらなくなった。あれ、大きい宝箱まだ開いてないのか、これ。でもこれは多分そうだよね。ってことは、あ、ちゃ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 、ん、お、ないな。あった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 、これか。あ、あったあった。やっぱ誠のメガネを手に入れてからあれだね、誠が見れるようになってくるんだね。よしよしよし、これで多分全制覇なるはず。オッケー、いいね。で、最後に誠のメガネを手に入れたらやるべきことはたった一つですよ。下水勇者現るんですよ。ぬくちょん、ぬくちょんって言ってくる。ライフライフってよく見たらさ、エロいよね。あ、よし、じゃあこのままオープンササミで。うわー、全然相手にしたくない。まさかのオチが待ってたわ。いやはや、まあまだ収録時間的には全然許される範囲だと思っていたいんですね。もうあの、全然命を大事にしないからさ、もうほいみべほいみべほまに見捨てられてくらいさ、もう体力がどん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 ゴリ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 減っていってる感じだね。よし、オッケー、オッケー。で、戻っていって、おい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 、よし。やっぱあれだね、誠のメガネをちゃんと使わないと痛い目合うぜっていうのをなんか身をもって感じたってところっすよね。まあ、特に闇の神殿なんかね。だからあれなんだよな、次の作品に出てくるさ。よいしょ、オッケー。あー、なんかまとめて、ま、とりあえず、はい、来い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 、イースファイヤー。なるほどね。うわ、しかもこんなに穴あったのかよ。あ、ちょ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 、え、ちょ、なんでなんでなんで、違う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 、ピーンピーン、はい、てるてーん、オッケー、ここチャリピピピ、は、ここまで頑張ってきたのにゴッピーで生産できると思ってんのか貴様このバカ野郎。そしてなんで復活してんの、早くない、さよならバイバイ。お花が詰まってズンズズン、どんどん帰るよズンズズン。ということで帰っていって、とりあえず今から皆さんが、私がやろうとしていることが分かったとしたら、あ、もうさすがですねとしか言いようがないですね。
もうあのナビが向こう側が見えてるんですよね。どうなるバカ野郎、お前びっくりしてよ。ハト出せハト。おー、許してやろう。よし、ルークとかってできる。何をルックしたらいい？ Looking for you? Look for? 楽しみにしてるだね。英語なやんなきゃいけないの分かってんだけどさ、使う場面がさ、なんかイメージできないってさ、分かんないでな。それってあるよね、確かにね。なんか使うところがないのにさ、なんか資格取れとかさ、なんかこういう勉強しろとかって言うけどさ、じゃあ実生活の中でさ、なんか楽しかったりとかさ、お金につながる何かがあるかって言ったらさ、なかなかそういうのってあったりしないじゃないですか。僕なんか4年間無収益で YouTube 実況とかずっとやってたけど、それ普通に楽しかったからっていうのがあって、今はね、もう小銭稼ぎが今のシコ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 できるようになってきたレベルだけどさ、本当に小銭レベルですよ。あの1週間に満たされるか満たされないか程度のあのお昼ご飯代がこうちょっとずつ入ってくるレベルになったって感じなんだけど、そうわけで、またじゃあ大人に戻って神殿をクリアしていくターンなんですが、やることが一つありますので、そのやることをやってから終わりにしたいと思います。その前にね、お金がかかることだからね。ほい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 、ピーン、オッケー、痛い痛い、オッケー、いいね。なんか奈落の底に落ちてたけど大丈夫か？よくない気がする。ついてきてるワンはいないわ。オッケー、痛い、オープンササミ。あれ、これ豆屋のあんちゃんじゃねえか？置けてびっくり宝箱。さあその鍵を。あれ俺の知ってるやつじゃねえ。お姉さんじゃなかったっけ？こっちも欲しい。あれ、お姉さんだった。俺お姉さんだからこれやろうかなと思ったの。もう全然嬉しくねえな。あんなおっさんにさ、進んでとかって言われてもさ、いや、なんか別に燃えねえしとかって思って。他のさ、宝箱もこうやって透けたりすんのかな。ほんと、運だけで行った人とか、すごいよね。で、2分の1、4分の1、8分の1、16分の1。そういう確率になってくるんだっけ？いや、わかんない。もう俺、もう数学は高2でやめた人間だからさ、面白くなくなっちゃって。はい、オッケー。これ何がめんどくせえって、また戻っていかなきゃいけないんだよね。こう一気に戻れるとかじゃなくて、一個一個どんどんやりながら持っていかなきゃいけないんだよね。ケケポン。あ、やった。あれ？今ので？ちょっと待って。あ、今ので1個回復した。あ、しまったな。もうちょっと時間あるな。そしたら、ちょっとまだ時間あるから、時間あるからっていうか、まあ、だいぶ収録をしてんだけど、ちょっとあれだけ1個やって終わりにしようかな。うん。なんか言われるかな。やったな、お前自身でギャンブラーだぜ。でもギャンブラーではないんだけどね。はい。戻ってまいりましたね。戻ってきてね、逆に進んでんだよな。はい。ここですね。ゾーラ川ということで、そう、ゾーラ川でね、最後音楽を一発聞かせなきゃいけなかったんだけど、それをまだやっていなかったの、登れないんで、はい。怖いよー、なんかめっちゃでっかいカエルおるよー。カエルがじっとこっちを見つめている。で、これをまだ聞かせてなかったんだよな。じゃ。間違えた。これをまだ聞かせてなかったから、これで最後のカエルが目玉びっくり玉手箱になると思うんですよね。ジュン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 、あ、それ聞いたことあるよ。おお、全然でかくなった。じゃあおかえりな、上手。うん、いいメロディー、みんな練習するゲロ。土産にルピー持っていくゲコ、いいメロディーできたらまた聞かせてゲロ。あれ、
これエンドレスルピーなんだ。じゃあもっと喜ぶ音楽しよう。さあこれで雨が降って野ざらしになったらもう楽しく楽しく使ってみる。おおおお、なんかこれまで以上に、うん、2メルで下校、雨雨ふれふれ下校下校、もっとふれふれ下校下校、最高だ下校、カエルの気持ちを持ってく下校、じゃあまた俺たち帰ケール、はい、オッケー。さあこれを手に入れることができましたので、こいつら帰らない用済みですんで、目玉かけほじくってさっさと食べて、鶏肉チキン美味しいですということで終わりにしましょうか。ちゅうことで、と次回からまた大人に戻って危ない、うん、大人に戻って、まあなんかね、闇の賢者でもね、はい、闇と賢者ってなんかもうあれだよね、ちょっと矛盾というか、なんかその相反するものみたいな感じがするけど、はい、まあそんなことをベラ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 喋りつつ、はい、大人に戻る道をマイウェイゴーイングしながら終わりにしたいというふうに思います。ということで今回は以上でございます。また次回パートでスタルボス、チャンネル登録もよろしく。ではまた、チャオ。